おはようございます。ジネと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、ドラゴンクエストタクトが 2.5 周年を迎えました。おー、続くねどっかのね、筐体ゲームも続いてますからね。いや、まあ、頑張ってほしいところです、両者と思うとも。で、2.5 周年を記念して、なんか協力バトルみたいなのが追加されたんですよ、ドラクエタクトに。で、その相手がデスピサロンなんです。協力バトルでみんなで、まあ、HP を削り合うというわけなんですけど、デスピサロの、初級ステージ、まあ、はじめの1体目初級ステージって書いてあるデスピサロの HP がですね、300万って書いてあるんですよ。300万さあ、本日登場するのはやってきました。最強の合体モンスターと名高い、この方です。実は、まあ、過去に動画を作ったことあるんですけど、リメイクとして作りたいなと思いまして、僕のね、一押し合体モンスターの一体、キラーパンサー、ラームライオン、ダッシュラン合体、サンソーラ、世界のゲリオンだ、行くぜなんでこいつこんなでかいの？その強さはね、他の追随を許しません。今までブオーンだの、鬼コンボーだの、ドンモノラだの、ふざけてきた連中が多い中、ゲリオンは違います。そう、HP2600 っていうのは、まあ、合体モンスターの中で波に入るんですけど、何目が違うかっていうと、まあ、打撃にね、特別弱いわけでもない。まあ、仕方ない。身の守りがね、身の守りは弱いのは仕方ない。さあ、行こう！おたぎりを見て倒しー扇風の木だ、いやそう、これですよ。まあ、当たり前のように強い。なんで受けたボストロールが避ける、チンジ発生ボストロールが避けるという、なんかよくわかんないチンジ発生しました。一体どうなってるんですか、このゲームは。まあ。君は痛恨だそうが何だろうが関係ない。合体モンスターってのは、攻略本とかにもよく書いてあるんですけど、その高い戦闘能力で相手を押し切ることがね、そう、押し切り防衛することがね、大事なんですよ。ということで、この火力を存分に振るっていくぜ !568! もう一回やばい。これはやばい、最強がでもさ、強すぎる強いなぁ。会心出たら780だもんな。獣系最強といっても過言ではないですよ。まあ、今回はまだ全然回避する気配もございませんが、あ、炎全然大丈夫です。おー、いいね、来ました。回避率 16%。よう避けてくれますよ、16% って。スライムと同等みたいなもんだからな。おー、いいねー。よし、一気に押し切っちゃいましょう。じゃあ、せっかくなんで、ちょっと期待値を込めましょうかね。期待値を込めて、旋風の牙の期待値を。心を無知、精神統一。さあ、旋風の牙が出ては終わりです。旋風の牙が出た瞬間、とんでもないことになりますけど。さあ、お前の寿命を数えろ。エクスエクス行くぞー、エクス。うわー、一体避けられてる。それでも十分強えや。何がすごいって、今までの合体モンスターってのは、鬼コンボだの、ブオーンだの、そうだったんですけど、とにかく弱点が多かったんですよ。弱点も弱点、超弱点みたいな、しかも弱点倍率も高かったみたいな連中が多いわけですけど、ゲリオンに至ってはですね、弱点属性や弱点攻撃呪文がね、存在しません。はい、身の守りが低いっていうところと、打撃が普通に通っちゃうのはね、まあ悲しいところだけど、弱点属性がないんですね。なんじゃこいつは。
え、突進行くぜ、うわやばいなこいつそう、弱点属性がないっていうだけでも恐ろしい話ですよ。避けるねー、しかも避けるんですよ。その打撃耐性のなさは避ければいいというね。まあ、過去に紹介したんですけど、こいつデンタリッチ噛み殺した記憶あります。こいつね、デンタリッチを噛み殺すことも可能です。デンタリッチっていうのは、まあ特技と物理しかないわけなんで、避けまくって回心をポン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 って出していくと、ゲリオンは勝てます。暗黒に弱いわけでも何でもないですからね。おっと、ここでカットのカットが入ります。全然食らいますよ。ああ、いいね。さあ死ぬ準備がいいか。エクッス無心攻撃をした時は必ずエクスをするのがいい、君は。オーラ、裁きを受けろ。おい、うわぁ あ、やばい。この動画続かない。さあ、何が出てくるのかな。お前には無理だよ。お前には普通にやっても無理だよ。親方、上からスライムが、ウルトラスライムの登場で終わりました。スライムの将軍、ウルトラスライムの登場で終わりました。さあ、もっともっと行こう、ゲリオン。もっともっと行けるお前なら。相手を誰にするかちょっと考えたところなんですけど、冒頭で言った HP300 万の化け物がいるんで、召喚したいと思います。HP300 万を誇る。魔族の王、デスピサロ。まあ言うてですよ。このゲリオンの前に、白目デスピサロが何のようだという話です。簡単に葬っちゃいましょう。まあ言うてですよ、1ターン目と5ターン目が確定で防御できるのもあるんで、防御面も心配ないと思うんだけどな。まあ勇気のとどめ勝ちを狙うのが難しいってとこぐらいですかね。だから5600程度の HP は旋風の木までゴリゴリ削ってきゃ問題ないと思うんですけどね。いくぜ旋風の木までゴリゴリ持ってきましょうや。おたけびを上げて突進、よいしょ、オッケー。ゲリオンはね、マジで裏切らない。あ、全然大丈夫。爆発にも強いから大丈夫だ。うん。属性耐性はね、良好なんで。ほらね、この余裕耐性もいいからね。弱点属性が存在しないかつ、耐性もいいからね。他のね、鬼コンボとかよりは違うんだよ、全然な。もうとにかく、破壊力と耐久力もね、属性なら大丈夫。純粋打撃がやばいね。言っちゃうなら。オッケー、いいよー。純粋打撃は本当にやばいな。マヒャドねー。まあ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 、弱点ではないんですよ。だいたいこういうところでさ、他の合体もさ、弱点になっちゃうけど、弱点ではないんでね。はい、大丈夫です。まあでも、ちょっと、雲行きが怪しいな。勇気ためきれねえし。合体モンスター勇気ためんの苦手だからな。とりあえず、会心に期待するのもありだ。旋風の牙の会心率と、おーふー旋風の牙の会心率と、圧倒的な会心と、素早さのゴリ押しで、かなり会心が出やすいモンスターになってるからね。今、ポケモンでいいかけだ、やべ。波動、まあまあ波動なら OK でしょう。で、次の一撃もマヒャドなんで、来るとしても、焦らずにここはボタンを選んでいきます。焦らずにも何も一体なんですけどね。いや、ゲリオン強いよ。2のレジェンド最終期に追加された合体モンスター。まあ、とにかく強いっすよ。オッケーオッケーオッケー。どん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 行こう。おたけびを上げて、トース行くぜー、よいしょ、オッケー。削り切りももう見えてきたな。まあ、マヘドは仕方ない。ここのマヘドは仕方ないんで。で、次、風のマントします。次に風のマントすれば、確定で防御できるんで、大丈夫です。このターンに勇気も溜まるでしょ、さすがに。さあ、風のマントして、確定防御しちゃいましょう。まあ、ここらがゲリオンの違いよね。おきゃ旋風のキーバーせーの
オッケーよーもう一発あ、勇気溜まったね。オッケー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 。もう一発キバの猛攻外したわ、こいつ。まあ、で、ここの恐怖の爪はね、まあ、食らわないんで。理論上食らわないんでね。いや、もう圧倒的よ。何が HP300 万や。チートしやがってよ。やだな、HP300 万とかモンバトル出たらさ、もう、マジで削り切れる気がしない。だって、12500ですらヒーヒーボなんだよ。まあ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 、白身ぐらい突破してくれないとね、白目すら突破できない合体モンスター連中とは違うんですよ。まあ、いっぱいいたけどね、白目すら突破できない合体モンスター連中。まあ、鬼コンボとかね。まあ、それとは絶対違うんですよ。格の違い、見せてやりましょうや。本題はここからです。正直言って、ゲリオンとか、スラリンガルとか、レオコーン、カンダタっていうね、まあ、合体4強は、白目は突破して叱るべきだと思うんですよ。赤目は倒せるかどうかです。さあ来ました。魔族の王デスピサロ。赤目になって再登場。爆発弱点になってるから X のダメージも期待できるんじゃないかな。さあ行こうや。まあもちろん旋風の牙狙ってくけどね。彼もさっきと同じで、5ターン目確定防御は可能です。だから、うまいこといけばさっきと全く同じパターンで倒せるかもしんない。ただ、旋風の牙の外しとか、ちょっと打撃耐性ついてっからな。行くぜ！おたけびを着て、旋風の牙！行くぜ！よいしょ !452! イエーいい打点出してるよ。ダッシュ！勢いのある攻撃！この勢いが好きだわ。もう、旋風の牙の勢いが好き。どうだろうな。暗黒は強いんだけどね。一応暗黒強かったりするからな。避けるのがいいよ。食らうか。結構食らうな。割と食らったな。まあ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 、割と食らったけど、まあ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 。このテルゲリオンにとってはね、余裕ですよ。ダブルブレスやばいな。ちょっと待って。まっすぐ来んな。ちょっと待って、まっすぐ来んな。避けろ！避けれるよ！さあ、ちょっと追い詰められています。嘘でしょ？ゲリオン嘘だろ？ 16% の回避率はどこに行ったんだ？切り返してくれ。なんか切り返す方法はないか、ここから。ちょっと切り返してくれ、頼むわ。840！ おっと、力が上がっています。力上がったね、お前。やっぱそうだよね、力上がったよね。これなんか力上がったの、さっきより明らかに回収のダメージが違うぞ。力上がってんな。これ確定だな。これは確定してますね。おお !838! 強い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 、マジで強い。おっと相手の攻撃、避けろ、ゲリオン食らったら死んじゃう、避けろ、耐えろ。火力は十分。記憶の十分。彼女の家まであと15分。まあ、ちょっとこれは、先ほどのちょっとよくわからない仕様あったじゃないですか。力が上がってる仕様があったんで、ちょっと解説します。テロップ思い出がね。これ、魔物使いの時に、ダブルスキャンあるじゃないですか。ダブルスキャンの真ん中のモンスター、まあ、今回で言えばキラーパンサーですね。キラーパンサーが何かしらのダブルスキャンをしているとき、これはカードじゃダメです。ここに召喚する。ここにやらないとダメなんですけど、その手間はあるんですけど、ここにスキャンしてダブルスキャンすると、なんか合体モンスターにもそれが作用されるという、まあ、バグ技の一種ですね、これは。なんで今回キラーパンサーにスキャンした力50のダブルスキャンがゲリオンにも生きて、回心のダメージが伸びたと。で、まあ普段のダメージももちろん伸びてるね。というわけですね。なのでここをロトスキャンにしたりすると HP が上がったりとか、プラチナスキャンにすると身の守りが上がったりとか。実はこれさ、合体モンスターに打たれた最大の強化なんじゃないかな。これモンスターマスターのマスターダブルスキャンじゃダメです。多分ですけど。まだまだね、研究の余地はあると。考えてみてもいいと思います。今回はね、ちょっとバグ技をね利用したゲリオンでした。はい。
ちなみにこの大、爆技は大魔王とかの魔王戦とかの時にしか効果を発揮しない、続けている連戦の時にしか効果を発揮しないっていうことをね、ご了承ください。じゃあ今回は爆技で、ね、ゲリオンを試す、いい動画になりました。破壊力すごかったなあいつ。